今日は千塚くんは駐車場が空いとらんからね、イルミ止めたって止めてね、今歩いとんねんけど開きませんわ。なんで閉めてんねやろね。どこでもタイヤが空いとるんやけどね。あ、千塚くん、これでね前方後円墳があんねんけど、これ行きたいんだよな、これにな。これはどこだ、これ現在地、これね、これ行きたいんだよ。これ分からへんねんな、これとこれね。これね、これは前方、え、後墳かな、前方後墳やったかな。こんなとこもあんねんけどな、ここにもあんの、どこあんの。今はここやろ、ここやから、ちょっと上で上がったとこ、126号、115号、109号、81号、上上がったとこ、ちょっと行ってみようか、ちょっとはっきり分からんねんけど、あらあら、こんなとこですか、これ有名な123号墳とかなんかあんのかな。これ全部これ、わかるかな。古墳ではない、古墳、はい、全部古墳、お見えてるの、この古墳は全部古墳でございます。すごい。今20基ぐらい見えたかな、こっち右行ったら20ちょっと見えるかね、すごいすごい。すごいんでございます。この素晴らしいな、この、ここから見る眺めも素晴らしいね、これ。これ、5分。ちょっと見上がってもね、5分だらけでございますからね。何キロあったんかな、4、500キロあったんかな、ここ。ずいぶん見て回ったけどね、3遍、4遍来たんかな。はい、ちょっと見上がってみましょうか。まあ基本的には10メーター、20メーターぐらいの古墳が多いんだけどね、その中に60メーター級の前方後円墳とか後方墳とかね、なんかありそうなんだけど、最初に来た時なんか見たことあるんだけど、それはそれ以外はね探すことできないんだけど、何遍来てもそこから2回来たかな、ね、もう4回目ぐらいだけどね。ここでしたか、これが。どう考えてもね、どうやろこれ、低いでしたろ、126号墳ね、高さ 1.5m、 長方墳 22m の 16m。 いやー、どうなんだろうねこれ。これは円墳に見えてしゃなかったんだけどね。ここも古墳、古墳、古墳です。もうみんな古墳だね、古墳、古墳、古墳、全部そうです。この1.5m しかないとこ、上上がってみたら、おお、また古墳や、これほらほら、ゴン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 、ほらほら見えてる、ここもほら全部古墳、あの奥も全部古墳がダーッとあるんですよ、ダーッと。すごいすごい、古墳だらけだね、はい、古墳だらけ。これあ、ここ 登ってみると分かるね、大体ね、イメージ的にね。あ、はいはい、横から見るともう完全に円墳ですもんね、これ。いやー、長方墳には見えないわ。126号墳が何が出ないのかな、のしか出た、のしが、アイロンね、のしとガラスの碗とガラスの皿と、それと、鉄塔の復元品は、鉄塔も出たの。で、埋葬はこれはあれかな、木管かな。これがね、115号墳ですけど、これは円墳で18メートルの高さ3メーター。3メーターあんのか、これ。あんねやろな、3メーター書いてあるからね。これがすごい数出たんです。1000点も出たんですが、バグと、おお、二神三十教が出ましたか。
なるほど。珍しいんやけどね。はい、ほんで、あの向こうにね、もう一機、説明がしてあるのがあるんだけど、そこ見てみましょう。あら、古墳だ、古墳だ、古墳だ。おぉ。古墳、古墳、ほら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 。今、前歩いてるお父さんがね、後ろ振り返りはったんやんて、わしの顔見て。古墳、古墳言ってね、ほんまに興奮してましたね。興奮興奮言って。じーっと眺めてありました。ああ、こっちも興奮や、ほら。これもね、あそこ、ああ、そうやな。あの辺にあんねんな、あそこに。あっこにね、前方後方墳があるんです、一気ね。どれ、あの辺、あれやな。あれか。もう古墳だらけだね。これはどうだ、これ。これ前方後円墳かね。前方後円墳やったかね、これ。これも後墳かね。前方後方墳だってんな。全長が28メーター、高さ2メーター。わあ、ここにもほら、半円の鏡出てきましたか。これね、28メーター、そんなある。これね、悩んどんだけど、これね、これね、円墳が2つあるような感じしゃないんだけどね。こういうふうにやって。これね、こうやって見れば繋がっとるか。はいはい、繋がっとるよ、繋がっとるね。はいはい、わかりました。あの、反対側のね、前方をこういう風みたいなんだけどね。これ大きい。これも直径が、どうやろう、30メーター近くあるか。これも、これはどういうことだ？山が2つあるぞ。双方向か。わあ、雲。あれも高いのあるぞ。あれも大きいね。話をおると、戦後言うと、いつや、1945年。あの前後に見た人の話ではね、こんな、ね、あの山は高くなかった言ってたね。もっと低かった言って。そういうこと聞いたんだけど、どうだろう。そんなこと言ってはったけどな。山がボコボコしてたのは間違いないって、昔からね。まあ、ちょっと盛りましたかね。まあ、最高や。こっちもほら、円墳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 。今、ずーっと見ただけでも、もう5、60キロは見えたけどね。あの、円墳じゃなくて、前方後円墳みたいやな。それ見に来たんやけどね。なんか見とれてしまって、こんなとこで時間かかっとるわけいかんねん。反対側やけどね。あっち側ですけどね。ほら、ここにも。ここにもほら、1期、2期、3期、4期、5期、5、6期、7期。もう山田でもね、7つ。7期ぐらい見えるけど。いやー、眺めがいいですね。あの、草がいっぱいの時しか見てないから、こんな眺めいいの。わー、目の前に、二神山が。あら、こんなに眺めが良かった。すごっ。ここにもほれ、1、2、3、4キロぐらい見えるか。5キロ。あらー、上がってこれんだ、これ。これなぜ来たらこうね、蚊帳でいっぱいで歩かねえぐらいやったね。こんな眺めいいの。これはすごい。やっぱり冬でございますか。これはすごかったね。これね。これ。今山、173号墳。あら、バグとか、ここもね、鏡出たの。鏡出ましたか。
すごいね。円墳やね、これもね、これもこれもね、全部円墳でございます。円墳円墳円墳、あの反対側やけどね。もう時間がないか、帰らんと。どこ時間通ったんかね。ああ、剣越塚で来んか。昨日は空いてなかったからな。残念やけど、これ。あの、向こうまで行ったら30分ぐらいかかるし、歩き出したら止まらへんし。やめとこうか。帰らんと間に合わんか。ああ、行きたいけどね。まあ、まだ来れるか。千塚古墳やったら近いから。車内ね、帰りましょう。時間ない。残念。ちょっと、残念やね。まあまあ、いっぱいこう見れたから、いいけど。はい、ありがとうございました。千塚、新潟は千塚公園でございました。ありがとうございました。はい、今日はこれまで。